さあやってみましょう。ソウルキャリバー実況第2弾ということでね、証拠りもなくやっていきます。証拠りもなく。次勝つのは誰だ。誰を使えばいいのか。上は残して勝っていきたい。ヒロインシェーン・ファーで行こう。シェンファ？シャンファ、シャンファ、シャンファだ。シャンファは火力はそこまで、そんなことはないけど、火力はそんなことはないけど、そんなでもないけど。うぃー、うまいうまい。落としたくないね。ここら辺で星を落としたくない。よし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 、次行こう。ミツルギー、シャンファバースミツルギー。うぃー、おお、危ない。ここでくる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 回っていても、これ強くない？これ見えるんだな、敵には。コンピューターには見えてしまう。いや、よし、クレバーに戦っていこう。クレバーに、コンピューターを上回るクレバーさで。かわしたつもりでもね、かわしたつもりでもガードされちゃう意味がない。強い。あんまり、こう構えて打ってくるんかなと思いきや、下をつく。ガードが早いね。今のすぐ攻め、追撃すれば。よし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 、これよい。うわっ、うよっしゃ、入った。ここで追撃するんだって。うわー、まずいまずいまずい。よしよっしゃー、ちょっと怪しかったけど、これこの一辺倒になってるね。セルバンテス、相手のさっき間に合うからね。相手の技より先に切るってことが、ガードインパクトは、ガードをね、いなすのは、ガードをいなしたりするのは、技の出の遅いキャラがやること。常に相手よりも先に
打つことを思って打ち続ければシャンファーならいける。おい、ちゃんと下段ガードするんだよな敵が。怖いわ怖いわ、ちゃんと下段をガードしてやる。よし、よっけー、よかったよ今のは。お前は敵の隙をついた。さあバースロック、この辺りもなんとかなるでしょう。よし、待って、うん、おお危ない。よし、危なかったよ今危なかった。ソウルキャリバー6はなんか投げるときに、投げるときになんかあの空白が丸い球みたいなのが出るけど、これにはないから。うい、なっちゃって絵があるよな、あったと思う。当たらん。よいしょ、ういー、やれてますね、いけてますね。シャンファ強い。ジークリートバーサス、ジークリートよし、今の良かったよ。うわっ、直線的だな動きが。これは取れた、これは取れた。美しい美しい。よし、刺す。よし。ざっとこんなもんね。ざっとね。さあ、ナイトメア。これ倒したら次はもう。いや。下段が怖いね。よし見えてた。よーしよしよし、うわっ、ぐっ、うやるね。どうでしょう、たまたまです。美しかったね今。正義は勝つ。
すると、刀が姿を変えて、ソウルエッジだかなんだかになんだったっけ？こういう演出があるんですね、実は。刀が別に強くなったわけではない。別段強くなったわけではない。あ、ファーストが最初の。よし、いける。このまま押し切れ。よし、よし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 。ガチでこのままノーコンティニューでいけそうじゃない？大した見せ場も作れてないけど。よしよしよし。アイビーのその、それはそんなに戦いやすい道具ではないぞ。よし、ほんまに残ってきた。 これは低評価つかないでほしいな。 つくかな、やっぱり。 気にしてる。正義は勝つ。破滅の脈動に呼応するかのように彼女のご封剣は真の姿を現した。剣は彼女に比類なき力を与え、彼女は剣に汚れなき魂を込める。果てしなく続くと思われた戦いはシャンファの勝利で決着を見た。辺りを覆っていた乱雲が割れ、あふれんばかりの曙光が降り注ぐ。これでよかったはずよね、母さん。幼さすら残る面立ちに光を浴び、彼女は眩しさに目を細めた。